番 DH で先発出場パイレーツドジャース、日時間7日、ピッツバーグドジャースの大谷翔平投手は6日、日時間7日、敵地のパイレーツ戦に2番指名打者で先発出場した。初回の第1打席では、右直が右前打に判定が変わる珍しい一打があった。初回無視一塁、左腕、ファルターからライナー性の打球を右前へ。ダイビングキャッチを試みた右翼、オリバレスのグラブに収まったとして一度はアウトとなったが、ドジャース側はチャレンジを要求。すぐに判定は右前打に折った。パイレーツ首脳陣も抗議のためにグラウンドへ。球場も騒然となった。結果的には大谷の2試合連続安打となり、無視1・2塁にチャンス拡大。フリーマンの右越えへの先制3ランを演出した。敵地での3連敗スイープ阻止へ、幸先のいい先制劇となった。フルカウント編集部。